こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、徳川家康の子供たち、男子編。とうとう来たわね、健康オタク家康の子供たちを紹介する時が。そうだな。家康の子供は結構たくさんいるんだけど、驚くのはその人数より、最後の子供が家康が65歳の時に生まれてるってことだ。元気だったのね。元気元気。太平になるギリギリまでとにかく元気だ。さすが自分で薬調合してただけあるわね。そうだな。では早速行ってみよう。よろしくお願いします。冒頭でも話した通り、家康の最後の子供は家康が65歳の時に生まれている。めっちゃ人数多い。そしてこの子供たちが生まれた時の家康の年齢がこれだ。すごい、何年に生まれたか全員わかっているのね。そりゃあ将軍家だからな。資料もたくさんある。家康が50歳までに生まれた子が8人、50歳を超えて生まれた子が8人の、計16人だ。とりあえず一人ずつ見ていこう。嫡男、信康。1559年生まれ。この時家康はまだ今川家で人質生活を送っていた。桶狭間の戦いで今川義元が撃たれた後、家康は三河で独立したため、信康はお母さんの築山殿、妹の亀姫と共に駿府で人質生活を送っていたんだが、1562年、人質交換により、無事、三河の岡崎城に来ることができた。そして、1567年に織田家との同盟のため信長の娘徳姫をめとり、1570年には岡崎城主となった。信康は武勇の誉れ高く、数々の戦に参加し、多くの武功を挙げた。しかし1579年、徳姫と仲が悪くなったことがきっかけで、最終的に家康の命により切腹し、亡くなった。このあたりの詳しいことは、前回の築山殿の動画や信長の子供たち女子編でも解説しています。よかったら見てね。家康は、後々まで信康の武勇を惜しんだと言われている。関ヶ原の戦いの時、家康は決戦地に向かう途中で、せがれさえいれば、年を取ってからこんな思いをしなくても済んだのに、とつぶやいた。それを聞いた家臣が、秀忠殿もすぐに参りましょう、と答えたところ、あのせがれではないわ、と言ったという。信康と家康の不仲説もあったけど、家康も年を取ってからはやっぱり信康がいてくれたらなーって思ったのね。次男、秀康。1574年生まれ。家康は生まれた秀康となかなか会おうとはしなかった。二人が初めて面会したのは秀康が3歳になった頃だ。理由は、正室である築山殿に気を使ったとか、あと、双子だったとも言われている。双子？もう一人の子は、信康のお母さんの実家、長見家で養育されたとも言われているし、すぐに亡くなったとも言われている。昔は双子というのは不吉だと言われており、存在を隠されたり、すぐ養子に出されたりしていた。そうだったのね。弟のことを不憫に思った信康が、家康を説得したため、二人は面会したと言われている。お兄ちゃん優しい。でも、信康は1579年に切腹させられてしまった。お兄ちゃんが亡くなってしまったため、順番的には次男である秀康が嫡男になるはずだったんだが、家康は1584年の小牧長久手の戦いの後、秀吉との和睦のため秀康を秀吉の元へ人質として差し出した。秀康は秀吉に大変可愛がられた。羽柴の姓も与えられ、羽柴秀康となった。1590年、秀吉は小田原の北条を攻めた。北条軍は3ヶ月の籠城の末、秀吉に降伏。ついに秀吉は関東を平定した。秀吉は関東を家康に任せることに決め、家康は三河から関東へ国替えとなった。そして秀康は再び養子に出されることになった。養子に出されたところからさらに養子に出されたのね。今度はどこへ行ったの？北関東の大名、結城家のところだ。結城春友の方から秀吉に養子をくださいとお願いしてきたため、秀康が行くことになった。秀康は結城春友の養女をめとり、結城家の家督を継いだ。そして秀吉は家康に関東240万石を与え、さらに結城家の秀康にも10万石を与えた。家康の一族に関東を任せたのね。結城家養子に出されてからも秀康は秀吉を慕っていたと言われている。秀吉が亡くなった後、関ヶ原の戦いの時には上杉の抑えとして宇都宮城に残った。秀康は家康と一緒に関ヶ原へ向かいたがったが、孝子の憂いを断つことも立派な務めと説得された。このおかげか関ヶ原の戦いで家康軍は見事勝利し、秀康は下総結城10万石から越前北の庄68万石に加増された。1603年、とうとう家康は幕府を開いたんだが、秀康はこの頃から体調を崩すようになってきた。
病状はじわじわと悪化していき、1607年頃にはとうとう職務を全うすることすら困難になってきた。そしてついに亡くなってしまう。まだ33歳だった。徳川政権がこれからって時だったのに。確かに。生きていれば徳川政権を外から支えることができたかもしれないな。三男、秀忠。1579年生まれ。二代目征夷大将軍ね。秀忠が生まれた5ヶ月後に信康が切腹。さらにその5年後には秀康が秀吉のところへ養子に出されたため、秀忠は家康の後継ぎとして育てられることになった。1590年、秀忠は人質として上洛した。これは秀吉が小田原征伐の際、諸大名の祭司たちを上洛させて人質に取るようにと命じた祭司上洛令のための措置であったが、秀忠はまだ幼少だからと、秀吉が上洛を猶予してくれた。しかし家康は秀忠を無理にでも上洛させようとした。どうして？せっかく猶予してくれたのに。この時、家康の娘徳姫は北条家に嫁いでおり、家康と北条家は同盟関係だったんだ。その北条家と敵対する秀吉に、家康は何としても忠誠を示さなければならなかった。なるほど。変に秀吉に疑われないようにするためだったのね。そう。秀忠の上洛に、秀吉は大変喜んだ。上洛した秀忠は、聚楽亭で織田信雄の長女、お姫と祝言を挙げた。この時秀忠は12歳、お姫は6歳であった。お姫は小牧長久手の戦いの後、秀吉の養女となっており、大変可愛がられていた。秀吉のところに来た子供たちって、みんな秀吉に可愛がられてるわね。確かに、秀忠はお姫と祝言を挙げた後、秀吉の許しを得て、駿府に帰った。お姫もまだ幼かったため、秀吉の元で引き続き養育された。一緒に住むことはなかったのね。祝言を挙げたと言っても婚約式みたいなもので、まだ正式に腰入れしたわけじゃなかったんだ。この後秀吉が関東を平定すると、家康は関東に移った。そして元々の家康の領地は、お姫のお父さん、織田信雄に与えられた。しかし信雄は現在の領地である尾張から動くのを嫌がった。父祖伝来の地を離れるのはちょっとね。それは家康にとっても同じことが言えるぞ。そっか。このことで信雄は秀吉の怒りを買い、隠居させられてしまった。そして秀忠とお姫の縁談も破談になってしまう。お姫はその翌年、1591年に亡くなった。1595年、秀忠は二度目の結婚をする。今度のお相手は、浅井長政と、信長の妹、お市の三女、郷だ。郷はすでに豊臣秀勝と結婚しており、娘も生まれていたんだが、豊臣秀勝は1592年、文禄の役の最中、病気で亡くなってしまった。また、1593年には秀吉と淀殿との間に秀頼が生まれていた。淀殿の妹である郷を秀忠に嫁がせることで徳川家との結びつきを強くし、将来的に秀頼をサポートしてもらおうと秀吉は考えたんだ。秀頼が大人になった時のためを思ってのことだったのね。そう。秀吉はこの時もう58歳だったからな。そして秀忠は16歳、郷は22歳だった。6歳年上の奥さんね。でも、秀吉はこれだけでは安心できず、この後秀忠と郷の間に生まれた長女、千姫と秀頼の縁談をまとめた。どんだけサポートさせるのよ。それだけ秀吉の中で徳川家の存在は大きかったんだ。秀吉は亡くなる前、何としても豊臣政権を守るための体制を作ろうとしていた。1598年に秀吉が亡くなると、家康はいよいよ天下取りに向けて動き出す。秀吉が作った体制は、そんなものは無視だ。1600年の関ヶ原の戦いの時、秀忠は最初、秀康と共に宇都宮で上杉の攻撃に備えていたんだが、家康から、宇都宮は秀康に任せて秀忠は上洛するように、と指令が来たため出陣した。家康は東海道、秀忠は中山道からそれぞれ上洛する予定だったんだが、秀忠の進軍コースには途中、東軍につくか西軍につくかはっきりしない真田正幸の居城、上田城があった。真田正幸を味方につけ、上洛してくるようにとのことだったので、秀忠軍は東軍に味方せよと真田正幸に勧告したが、上田城は守りをガチガチに固めるばかりで、はっきりしなかった。真田軍が秀忠軍を挑発してきたりして、ちょっとした小競り合いから戦いに発展したが、真田軍の戦術により、秀忠軍は大きな損害を受けた。やがて、家康から早く行軍するようにと知らせが届く。しかしその知らせを持ってきた使者は、少し前の長雨により増水した川を渡るのに手こずっていたため、予定より遅れて到着していた。秀忠は上田城を諦め、慌てて行軍を開始した。しかし結局関ヶ原の合戦には間に合わず、家康に怒られた。
大事な関ヶ原の戦いに遅刻しちゃったのね。そう。というかこの関ヶ原の戦いが秀忠の初陣だったんだ。だから相当なプレッシャーだったと思うぞ。それでガチガチの上田城をなんとかしようと頑張ったのかしらね。そうだな。でも上田城についてはもともと家康の命令だったからな。むしろその後の焦った行軍の方が家康には怒られている。1603年、とうとう家康が征夷大将軍になった。しかしこの時はあくまで、秀頼が関白になるまでの間だけ、という雰囲気だった。雰囲気？そう。みんな、秀頼が関白になるまでの間だけだろう。と思っていた。関ヶ原の戦いで東軍についた者たちも、西軍についた者たちも、あくまで、秀頼様のために戦っていたからな。家康も？そうだ。家康も秀頼様のために戦っている。しかし、1605年、とうとう秀忠が二代目征夷大将軍に任じられた。みんな雰囲気に騙されたわね。これで、将軍の座を徳川家で世襲していくという姿勢を家康は世間に知らしめた。家康は駿府に移り、大御所として秀忠を支えた。1614年、方広寺の再建が終わった。方広寺は秀吉が作った寺だったが、先の大地震で崩壊しており、家康の勧めで秀頼が再建した。家康はそこに納められた金に注目した。金？お寺でよく見かけるこの金だな。この金に、あの有名な文字、国家安康、君臣豊楽が刻まれていた。家康と豊臣って字が入ってるわね。これが、自分の名前が分断されているため、家康を切り裂いて呪い、豊臣家の繁栄を願っていると家康を怒らせたんだ。え、それはでっち上げじゃないの？明らかにでっち上げだ。家康は多分本気では怒っていない。でももう家康もこの時すでに72歳。早めに豊臣家を片付けて、安心して秀忠に全てを任せたかったんだ。そしていよいよ大阪冬の陣。秀忠も江戸を立ち、大阪へ向かった。今度は遅刻しないようにね。傷をえぐるなよ。秀忠も気にしてるんだから。秀忠はかなり急いで軍を進めたため、到着した時にはみんな疲労困憊し、とても戦えるような状態ではなかったという。また家康に怒られちゃうわね。ああ。もっと軍を休ませながら進軍するようにと、結局家康に怒られた。徳川軍は大阪城を取り囲み、砲弾を次々と打ち込んだ。そして恐怖で戦意喪失しているところへ、和睦を持ちかけた。この時大阪城を取り仕切っていたのは、秀頼の母、淀殿だ。淀殿の侍女8人が、砲弾により亡くなっていた。それは淀殿も答えたでしょうね。大阪城の、二の丸と三の丸の破壊。外堀を埋める、ということで、和睦が成立した。堀の埋め立ての現場指揮を取ったのは秀忠だと言われている。秀忠たちは早速翌日から堀の埋め立てを開始。行動が早いわね。さっさと作業が進んでしまった結果、外堀だけでなく二の丸と三の丸の堀まで埋めてしまった。堀を埋めるのは外側だけだったわよね。二の丸と三の丸の堀まで埋めちゃったの？そうなんだ。怒った豊臣方は、また戦の準備を始めてしまった。と怒らせるためにわざと堀を埋めたのね。1615年、大阪夏の陣、秀忠は再び江戸を出発した。一旦帰ってたのね。家康も一旦駿府に帰ってるぞ。今回、秀忠は、大阪城を攻めるのは自分が到着するまで待ってください、と家康に使者を送っている。関ヶ原の帰国が完全にトラウマになってるわね。豊臣軍は大阪城の堀を埋められてしまっているため、前回のような籠城は不可能だ。なので城の外で徳川軍を迎え撃った。開戦から3日目のこと、激戦の中、真田信繁の部隊が一瞬の隙をついて一気に家康の本陣に突入した。これには家康も自害を覚悟するほどだったという。しかし真田信繁は家康を討ち取ることはできず、その後撃たれてしまった。真田信繁の部隊が壊滅したため、豊臣軍は総崩れとなってしまった。この時、秀忠の長女、千姫が大阪城から脱出している。そっか。秀吉がまだ生きてた時に、縁談をまとめていたわね。最初、千姫は家康の元へ行って、秀頼を助けてくれるようお願いしたんだが、家康は、それは秀忠が決める、と言った。秀忠の決断は？秀頼と淀殿に切腹を命じることにした。秀吉からあれだけサポートをお願いされてたのに、それに千姫がかわいそう。この時の秀忠はとても冷酷で、千姫に、城主の妻ならば夫と共に果てるべきだった、とまで言っている。というかそもそもこの戦いを仕掛けたのは家康だ。なのに家康は最後の最後になって秀忠に采配を任せている。秀忠が征夷大将軍だからと、最後は息子に全てを委ねたのかもしれない。それか孫の頼みを聞いて心が揺らいだのかもしれないわね。秀頼と淀殿は大阪城に火をかけ、自害した。
この時秀頼22歳、淀殿46歳。豊臣家は完全に滅んでしまったのね。ああ。秀頼は側室との間に一人男の子が生まれていたんだが、その子も斬死された。完全に徳川の世となり、秀忠は幕府の基礎をどんどん固めていった。大名の居城を一つに絞る、一国一条例。武士の規範をまとめた、武家諸法度。朝廷の乱れを正すために制定された、公家諸法度。武家諸法度は、後に福島正則が城の改修工事を無断で行ったため改易されている。そして公家諸法度の署名は、二条秋真、秀忠、家康の三人が行った。二条秋真、三の丸殿が嫁いだ人ね。そうだな。織田信長の六女、三の丸殿が秀吉が亡くなった後に嫁いだのが二条秋真だ。二条秋真はこの頃再び関白に任じられている。また、徳川家との関係も良好だった。こうして幕府の体制が整っていく中、安心した家康は1616年、74歳で亡くなった。ありがとう家康。家康が亡くなった後、秀忠はキリスト教を禁止し、宣教師たちを国外に退去させ、貿易も、唐船以外の外国船との貿易は、長崎、平戸に限定した。唐船は、キリスト教に関係ないから許された。ちょっとずつ鎖国に向かってる感じね。そして国内に対しては長年仕えてきた家臣や身内、大名たちに対して、制定した法令に違反した者には容赦なく改易を行った。ここでは松平忠直の改易について紹介しておこう。年表が私に被ってるんだけど、もうちょっとで終わるから我慢してくれ。松平忠直は越前北の小藩主。越前北の小ってもしかして、そう、結城秀康の子供だ。松平忠直は1607年に秀康が亡くなった後そのまま家督を継ぎ、1611年には秀忠の三女勝姫が嫁いでいた。1615年の大阪夏の陣では真田信繁を討ち取り、真っ先に大阪城に攻め込むという大きな武功を挙げていたんだが、その後の論功交渉に不満があり、幕府に対しての不信感から病気を理由に越前に引きこもっていた。これには秀忠も頭を悩ませていたんだが、信康に対して、自分が弟であるにもかかわらず将軍になったという負い目があったため、しばらくはそのままにしていた。まあ、確かに気は使うわね。しかしとうとう事件が起きる。1622年、忠直が勝姫を殺害しようとした。ええ？忠直は不満が溜まりすぎて、精神がおかしくなっていた。勝姫は、大丈夫だったの？勝姫は無事だったんだが、黒田の局と厚田という勝姫の次女二人が切り殺されてしまった。夫に殺されそうになるなんて怖すぎるわ。本来であれば父が将軍となり、ゆくゆくは自分が将軍職を継ぐべきところを、という恨みが募りに募ってのことだったと思う。忠直は他にも家臣たちを大勢自害させており、もう精神が錯乱したと言っても過言ではない状況だった。忠直の気持ちもわからなくはないけど、精神錯乱は怖すぎるわ。藩主だからみんな逆らえないし。1623年、秀忠は忠直に豊後の国での隠居を命じた。忠直は豊後の国に渡った後出家し、亡くなる1650年まで穏やかに過ごしたという。1623年、幕府の体制が大部整ってきたため、秀忠は嫡男家光に将軍職を譲った。もう譲っちゃったの？ああ。家康が生きていた時は、実質家康の指示でいろいろ動いていたようなものだから、秀忠自身が政治を行ったのはわずか7年ほどだ。でも秀忠も家康みたいに、大御所として裏から家光をサポートする。しかし1631年頃から体調を崩し始め、1632年に亡くなった。53歳だった。秀忠はやっぱ二代目征夷大将軍だから、情報が多かったわね。そうだな。これでもだいぶ削ったんだが、長くなってしまった。削った内容は、いつか秀忠の子供たちの動画も作ろうと思っているので、その時に語ろう。おでこがかゆいわ。すまない。それじゃあ次に行こう。四男、忠義。1580年生まれ。忠義は生まれて間もない1581年に東条松平家の家督を継いだ。東条松平家？簡単に言うと分家だな。本家をこう辿っていって、ここが東条松平家の祖だ。三河にある、東条城をここから代々継いでいっていたんだが、この、家忠は病弱で、まだ跡継ぎの子がいないまま病気で亡くなってしまった。そこで家康は忠義に後を継がせることにした。1600年、忠義の偉人も秀忠と同じく関ヶ原の戦いだった。合戦では、井伊直政と共に先陣の福島正則の陣を越え、前線に出た。そして負傷しながらも、島津と義久を討ち取った。偉人なのにすごいわね。
井伊直政は徳川家の家臣で、忠義は娘婿だったから、初陣の忠義を心配して共に行動していたんだと思う。討ち取った島津豊久は、叔父の島津義弘を無事合戦場から撤退させるため、しんがりを務めていたんだ。島津義弘は、関ヶ原の戦いで西軍の劣勢が決定的になったため、敵中を中央突破して退却したことで有名だ。関ヶ原の戦いの功績により、忠義は尾張清須52万石を与えられた。しかし1604年頃から体調を崩し始め、療養するも病は治らず、1607年に亡くなってしまった。まだ27歳だった。まだまだこれからって時に。それにここ、秀忠と同じお母さんよね。そう。秀忠は療養中の忠義のことを大変心配しており、食事が喉を通らないほどの落ち込みようだったという。五男、信義。1583年生まれ、1582年、武田氏が滅んだ後、穴山信春が武田氏を継いでいたんだが、穴山信春は1587年、若くして亡くなってしまったため、信義が後を継ぐことになった。ふむふむ、この辺の話は家系図を見た方が早いので、これを見てくれ。まず武田氏についてだが、1573年、信玄が亡くなった後、後を継いだ勝頼だったが、勝頼は1582年、織田徳川連合軍によって攻められ、天目山で自害した。この時、長男の信勝も一緒に自害している。ちなみに勝親はこの時まだ2歳だったため、武田家家臣によって救出され、鎌倉へ落ち延びた。その後の詳しいことはよくわからなかったんだが、そうになって102歳まで生きたらしい。この時代102歳まで生きたのはすごいわね。で、甲州征伐の時に織田徳川に内通した人物がいて、それがここ。信玄のお姉さんの子供、穴山信忠。穴山信忠は勝頼のお母さん違いの姉、または妹、を妻としていた。武田信玄とはかなり濃い関係みたいね。でもこの人が裏切ってしまったのね。そうなんだ。勝頼と信勝が自害した後、穴山信忠の嫡男である信春が武田氏を継ぐことになった。でも、5年後の1587年、信春は15歳という若さで亡くなってしまった。かわいそうに。病気かしら。ああ、病気だ。そして信春にまだ子供はいなかった。そこでこのまま武田家を断絶させるのはあまりに惜しいと思った家康は、今度は自分の息子である信義に継がせることにした。ええ、家康は武田とずっと争ってたじゃない。信義は納得できるような関係なのかしら。一応、ちょっとはつながりがあってだな。信義のお母さん、下山殿は、穴山信忠の養女だったんだ。養女？ってことは、本当の家は？下山殿の出身は秋山家だ。ちなみに岩村城の秋山虎重はここになる。まあ、秋山家も武田家とは非常に縁が深いし、下山殿も武田家に非常に近い存在ということで、信義が継ぐことになったんだと思う。なるほどね。そんな感じで武田氏を継いだ信義だったが、信義は生まれつき体が弱く、1600年の関ヶ原の戦いの時は江戸城で留守役だった。1602年には水戸25万石を与えられたんだが、1603年、20歳で亡くなってしまった。若いわねー。というか、もしかして、水戸って、そのことはこの動画の最後の方でまた話すからもうちょっと待ってくれ。六男、忠輝。1592年生まれ、忠輝の幼少期はかなりかわいそうなんだ。家康がとにかく嫌っていた。理由は、生まれた時色が黒かったとか、容貌が醜かったとか散々な言われようだ。ひどい、子供にそんなこと言うなんて、こんなに真っ白なのに。それは背景だろ。あと、秀康と同様、双子説もある。また双子。実はこの後出てくる七男松千代も忠輝と同じお母さんなんだが、この二人は双子で生まれたという説だ。それは家康が嫌っていたことへの口実のような気がするわ。確かに。まあ、真相はわからないが、忠輝は家康の家臣、皆川博輝によって育てられた。1598年、まだ6歳の忠輝は、この時4歳の伊達政宗の長女、いろは姫と婚約する。実はこの時期の家康は秀吉が亡くなったためやりたい放題していた。やりたい放題？秀吉によって大名同士の勝手な婚姻は禁止されていたんだが、家康の独断でどんどん推し進めていた。このことは石田三成ら御奉行を怒らせることになり、その後関ヶ原の戦いに発展していった。1599年、七男松千代が5歳で亡くなってしまったため、長沢松平家を継いだ。松千代って、弟よね？ああ、弟より冷遇されてたのがわかるだろ。弟に先に継がせていたんだ。確かに、ちょっと引っかかるわね。
長沢松平家については松千代の時に詳しく話すので今は置いといてくれ。了解したわ。この後忠輝は順調に加増されていき、いろは姫をめとったんだが、1609年、事件が起きる。せっかく順調だったのに何があったのよ。幼い時に養育してくれた皆川博輝やそれ以外の付家老たちが、忠輝の素行の悪さについて駿府にいる家康のところへ訴えに行った。忠輝はそんなに素行が悪かったの？気性が荒くて気ままな性格だったらしい。このことを聞いた忠輝は急いで駿府に駆けつけ、逆に皆川博輝たちの方が政務を牛耳ってると家康に訴えた。家康の判決は？皆川博輝たちを過労不適格であるとし、改易させたり切腹させたりした。家康はやっと忠輝のことが可愛くなってきたのかもしれないわね。それはどうかな。1610年、忠輝は越後高田30万石を与えられ、元々の所領も合わせると計45万石となった。お父さんの伊達政宗に手伝ってもらって、高田城も築城した。お父さん頼りになる。だが、忠輝の栄光はここまでだ。1614年、大阪冬の陣では江戸の留守居役を命じられた。忠輝はかなり不満だったが、お父さんに説得されたため、従うことにした。家康より伊達政宗の方がお父さん感強い。1615年、大阪夏の陣。この時は大阪への出陣を命じられ、伊達政宗と共に大和口方面に布陣していた。この辺りは激戦地となったんだが、忠輝は進撃が遅れ、戦いに加わることができなかった。ろくに武功を挙げることができなかった上、さらに戦が終わった後、忠輝の軍規違反が発覚。軍規違反？そう。忠輝軍が大阪に向けて進軍している時に、秀忠直属の部下たちが列を追い越してきたとして、その部下たちを切り殺してしまったんだ。これを聞いた家康は大激怒。調査委員会を立ち上げたほどだ。調査委員会。このため忠輝は家康から今後の対面を一切禁じられてしまった。1616年、もう式が近いと悟った家康は、息子たちを駿府まで呼んだが、忠輝だけは呼ばなかった。忠輝は自ら駿府までやってきたが、家康が面会することはなかった。家康、徹底してるわね。家康が亡くなった後、忠輝は秀忠から流罪を言い渡された。いろは姫はこの時離縁し、実家へ戻った。預け替えで各地を転々とし、最後は信濃の国高島城の南の丸で亡くなった。91歳だった。長生きしたわね。そうだな。子供たちの中では家康に一番嫌われたが、一番長生きした。実は忠輝には側室との間に子供がいたんだが、その子は1632年、家に火をつけて亡くなってしまった。焼身自殺？そうなんだ。おそらくここまでは忠輝と一緒だったみたいなんだけど、ここからここへ移動した時に離れ離れになってしまったみたいで、預かってくれたところでかなり冷遇されたらしい。かわいそうに。まだ若かったでしょう。ああ、まだ17歳だった。子供には何の罪もないのに、周りが相当追い詰めてしまったのね。忠輝は地元の人たちと交流したりしてのんびりと過ごしてたのにな。七男、松千代。1594年生まれ。忠輝ともしかしたら双子だったかもしれない松千代ね。そうだな。松千代は生まれてすぐ、長沢松平家を継いだ。四男忠義の時にも松平家の分家の話が出てきたと思うが、あの時は東条松平家だったわね。長沢松平家は、もうちょっと上まで登って、ここが長沢松平家の祖だ。三河にある、長沢城をここから代々継いでいっていたんだが、この、安直が若くして亡くなってしまったため、生まれたばかりの松千代が後を継ぐことになった。しかし松千代も1599年に亡くなってしまう。まだ5歳だった。まだ小さいのに、この後の長沢松平家は六男忠輝が後を継いだ。八男、千千代。1595年生まれ、千千代は幼くして平岩親吉のところへ養子に行った。平岩親吉は徳川家家臣で、家康とは駿府の人質時代からの付き合いで、同い年だった。幼馴染みたいなものね。平岩親吉には後継ぎの男子がおらず、このまま平岩家が断絶してしまうのは大変惜しいと思った家康は、千千代を平岩親吉のところへ養子に出すことにした。しかし千千代は1599年に亡くなってしまった。まだ5歳だった。かわいそうに。九男、義直。1601年生まれ。もう徳川の世って感じになってきた時に生まれたのね。そうだな。戦国時代もほぼ終わりかけだ。義直はまだ2歳の時に、甲斐25万石を与えられた。2歳で？でも、甲斐に入ることはなく、家康と共に駿府にいた。形だけって感じね。そうだな。
実際に政務を行っていたのは平岩親吉ら家康の家臣たちだった。1607年、四男忠義の後を継ぐ形で尾張清須53万石を与えられた。この時家康は新たな城、名古屋城を築いて、藩の拠点を清須城から名古屋城へ移した。まだ6歳なのに、立派なお城を与えられたわね。ああ。でも義直はまだ家康と駿府にいたけどな。1614年、大阪冬の陣が義直にとっての初陣だった。1615年、大阪夏の陣の時は、秀忠軍の後ろ詰めとして布陣し、活躍した。1616年、家康が亡くなった後初めて名古屋城に入り、その後美濃の方も加増されて、所領は合計62万石となった。最後は1650年、病気のため亡くなった。50歳だった。今までの子供たちと比べるとものすごく安定した人生を送っている気がするわ。そうだな。家康がだいぶ歳をとってから生まれた子だから可愛がられていただろうし、世の中もだいぶ落ち着いてきていたからな。この、義直を祖とする尾張徳川家は、江戸時代には御三家として格別な地位を与えられた。義直は、尾張徳川家の祖なのね。十男、頼信。1602年生まれ。頼信はまだ1歳の時に常陸水戸20万石、7歳の時に駿河府中50万石を与えられた。最年少記録。でも頼信も義直と同じで、駿府で家康と共にいた。まだ小さいものね。義直と同じで、大阪冬の陣で初陣。大阪夏の陣でも義直と共に後ろ詰めとして布陣していた。1619年、頼信は紀伊和歌山55万5000石を与えられた。1619年というのは福島正則が広島城の修復工事を無断で行ったため、武家諸法度違反ってことで改易された年なんだ。三男秀忠の時にちらっとそんなことを言っていたわね。この時、和歌山城主は浅野長明だったんだけど、福島正則の改易を受けて浅野長明が広島城に入ることになり、空席となった和歌山城に頼信が入ることになった。そしてここは御三家の二つ目、紀伊徳川家となる。頼信は、紀伊徳川家の祖なのね。1651年、由江小説の乱が起きる。由江小説の乱？もう平和な時代になったんじゃなかったの？平和になったからこそ、浮き彫りになった問題があってだな。実は徳川の世になってから、武家諸法度などの命令違反によって改易や減俸にされた者が多数いて、巷には浪人が溢れ返ってしまったんだ。確かに、秀忠が厳しく処分していたわね。だいぶ戦も減ってきてるから武士としての仕事がないため、百姓や町人になる者もいたんだが、自分たちの生活をこんな風に追い込んだのは幕府が悪いんだ、という考えを持つ者が出てきた。そんな中、浪人たちの支持を集めたのが由江小説という文学者だった。しかし乱の計画は途中で幕府にバレてしまい、由江小説は自害。他にも計画に加担した者たちは次々と捕獲、そして処刑された。未遂で終わったのね。でもなんでそもそも乱を起こそうと思ったのかしら？1651年に徳川家光が亡くなり、まだ10歳の家綱が後を継いだんだ。そこで由江小説は家綱を人質にとって、さらに京にいる天皇も誘拐し、政治の実権を握ろうと計画した。とんでもないこと思いついたのね。そうだな。でもこの事件はこれまでの幕府の政策はこんな事態を招くほど厳しいものだった。という、幕府側の反省にもつながった。過激な方法だったけど幕府を変えるきっかけになったのね。さて、なぜ由江小説の乱の話をしたかというと、実は頼信はこの乱の黒幕なんじゃないかという疑惑があったんだ。巻き込まれただけなんじゃないの？証拠の文書も見つかった。頼信ピンチ。江戸に呼び出された頼信は、我が名を用いたとは天下は安泰である、と言った。なんか堂々としてるわね。結局真相はわからないが、このことがきっかけで頼信は1659年まで江戸に留め置かれることとなった。和歌山へ帰国し、しばらく経った1667年、嫡男光貞に家督を譲って隠居。最後は1671年、69歳で亡くなった。最後は11男、頼房。1603年生まれ。ようやくここまで来たわね。頼房もまだ3歳の時に常陸下妻10万石を与えられ、3年後には加増されて常陸水戸25万石となった。しかしまだ幼かったため、駿府で家康と共にいた。この辺りは義直、頼信と同じね。大阪冬の陣では駿府城の留守役を務めた。大阪夏の陣については特に記録が見つからなかった。家康が亡くなった後、駿府から江戸へ移り、1619年にようやく水戸に入ったが、2ヶ月後にはまた江戸に戻ってしまった。これは、家光と年齢が近いため、秀忠が学友的な立場に置いておこうとしたためらしい。年近いの？ああ。
一つしか変わらない。家康の子供と家康の孫が一つしか年変わらないってすごいわね。1622年にはさらに3万石加増され、1625年頃からは水戸にも滞在するようになったみたいなんだが、水戸は江戸に近いため、江戸にいることがほとんどだった。頼房は御三家の三つ目、水戸徳川家の祖だ。水戸藩は江戸に近いため、江戸の将軍家とはかなり近しい存在だった。これが後に副将軍と呼ばれるに繋がっていったと言われている。副将軍、もしかして、そう、あの有名な水戸黄門だ。小さい頃によくやってたやつ。モデルになった人物は、頼房の子供で二代目水戸藩主の徳川光圀だ。あのお話自体は幕末に書かれたもので、実際あんな風に諸国を渡り歩いて悪い奴を懲らしめてたわけじゃないけどな。でもそのモデルになった人物なんでしょ。最後にこんな超大物有名人が出てくるなんてすごいわね。そうだな。あと、水戸徳川家は、第15代征夷大将軍、徳川慶喜も輩出している。最後の将軍様ね。ということで以上が家康の子供たち11人だ。いよいよまとめね。一覧がこれだ。まずは生没から見てみよう。すごい、戦で亡くなった子はいないのね。この時代に畳の上で死ねるって幸せなことだな。信康って結構早くに生まれて結構早くに亡くなったのね。信康が生きてる時に生まれたのは秀忠までだな。まあ、信康と秀康の間に娘二人挟んでるけどな。それにしても忠輝の享年92は目立つわね。忠輝はこの中で一番最後に亡くなっている。次は、関ヶ原の戦いの時にみんなが何をしていたか見てみよう。1600年の時点で亡くなってる子は空欄だ。関ヶ原の合戦場にちゃんといたのって忠義だけだったのね。忠輝はまだ幼かったため、特に記述が見つからなかった。ついでにこの時のみんなの年齢はこんな感じだ。若い、みんな若いわね。秀忠も忠義もこの時が初陣だったからな。この流れで大阪冬の陣の時の状況も見てみよう。さっきと同じで1614年の時点で亡くなってる子は空欄だ。だいぶ減っちゃったわね。でも御三家の三人が生まれてるぞ。家康はこの2年後に亡くなった。ということで、家康の子供たち、男子編、はここまでだぜ。PC の負担がとんでもないことになってるわ。動画時間がかなり長くなってしまったからな。では次回は、家康の子供たち、女子編。ご視聴、ありがとうございました。